大谷のドジャース入り決定が来期の優勝オーツも変動させたスポーツ予想サイトの e s p n ベッ t の来季ワールドシリーズ優勝オッズではドジャースのオッズが移籍発表前のプラス800、100ドルかけると900ドル獲得からプラス550、同650ドル獲得に急上昇。ブレイブスのプラス650を抜いて一番人気となった。 28年本拠で五輪出場なら、大会の顔、に大谷が10年契約を結んだ新天地ロサンゼルスでは、5年後の28年に五輪が開催される。野球競技の復活も決定。仮に大谷が侍ジャパンで出場すれば、今年3月の WBC に続く世界一が期待される。開催時期は7月で、大リーグのトップ選手の出場は今後議論されていくが、 5年後は大谷は34歳。アスリートとして油の乗り切った時期だ。本拠での五輪開催となれば調整も容易で、出場なら大会の顔となりそうだ。M. ジョンソン氏、心から感謝するよう。ロサンゼルスを本拠とする NBA レイカーズのレジェンド OB で、ドジャースのオーナーグループの一人であるマジック・ジョンソン氏、64も大谷の加入を喜んだ。SNS に、 ドジャーブルーのユニフォームを着ることを決めてくれて心から感謝するよ。世界中のドジャースファンは、あなたが加わることに最高に興奮し、喜んでいる、と綴り、ドジャースの国、ドジャーネーション、にようこそ。と続けた、球団のアンドルー・フリードマン編成本部長らに向けても、素晴らしい仕事を果たした。おめでとう、と称えた、ドジャース同僚も大興奮、大谷の加入に、 新たに同僚となるドジャースの選手も興奮を隠せなかった。遊撃シュラックスは SNS で、昼寝から起きたらババアン。と一方に飛び起きたという、21年に16勝のミニューデビューラーは、大谷の愛犬の名前が移籍先と関係があるのではという噂に絡めて、彼の犬はドジャーという名前だったのか。オーカー、ビューラーの名前、だといいな。ドグンから FA のヘルナンデスは、 驚きで、床に落ちた顎を拾ってくれる会社、誰か知ってたら教えて。とユニークな表現で投稿した。ファン、本当に興奮。本拠地ロサンゼルスの地元ファンは早くも大喜びだ。ドジャースタジアムを訪れた女性ファンは、大谷獲得にお金を使うのは問題ない。本当に興奮している、とご機嫌でダンスを披露。日本人の男性ファンは、優勝にも手が届きそう。 可能性が無限大。同じ日本人として本当に素晴らしい人だと思う。と笑顔で話した。別の男性ファンは、もう一人いるぞ。山本だ。と宣言資料ミニュダブル獲得を期待した。